皆さんこんにちはワールドラバーマーケットのぐっちですこれはロング戦のとき上回転のラリーのときにドライブがどうしてもかけられないどうしてもす弾いちゃうといった方必見の動画となっています <laughs> 今回このドライブは三つの手順でやりますでまず手順の一つ目です 一つ目まずドライブを上回転のときに打つときの大事なポイントはこのラケットの面を1つ目は少しかぶせてドライブを振ってください実はですねあの上回転のボールをドライブするときによく皆さんドライブショうトしても結局パンとこうスマッシュしてしまうんですよねドライブ打とうとしてもこうやって弾いてしまうことが多いです。 なのでなかなかドライブが覚えられないドライブかけようとしてもかけられない一直線のまっすぐな球しか覚えることができない被せるともう勝手にもう摩擦が起きるんですよねかぶせながら振ると上回転端子でかぶせながら振るそうしますとこうやって絶対こうやっても擦れますロング線でドライブがかけられない方でもこう被せることによって勝手にドライブになるんですよね なのでこれが面白いところですねそして手順の二つ目です二つ目は今度は右足を使って溜めて体で打つっていう感じですねボールがきますで右足に体重をグッと乗せます でそしてラゲットの面を少しかぶせます、先ほどのですね、でかぶせてもらって右足でためてで、左前っていう感じですね、右足でためて、ぐぐぐぐってボールが来るまでためます、で、バウンドして自分の体の斜め前ぐらい、一番捉えやすいところまでためて、右から左前に体重を一気に、ドン、ドンっていう感じです、そうすると、ドン、ドンといった、こうやって威力のある重いボールが出せるようになります。 これで安定感が一気に出ます、ね、で三つ目ですね三つ目の意識は今度は掛ける感覚を意識してくださいやはりラケットの面をこう少しかぶせることで摩擦をこう生むようにドライブの回転をこう自然と生むようにはさせてはいるんですがやはり。 あのこの打球する瞬間にかけるという意識を持ってギュッとこうかけるようにすると最高インパクトの瞬間に一気にこするっていう感じで速くしますと回転の乗ったボールが出せるっていう感じですね。 ということで以上三つの手順でやらさせてもらいました先ほどまでのこう面を開けた状態だとフラット系になっちゃうたたいちゃう弾いちゃうってことだったんですけどこう寝かせることによって無理やりこう摩擦を起こす引き連れを無理やりラバーとボールで起こさしてからのでここで感覚を生ませてスピンを無理やり生ませますで摩擦で生ませてそこから感覚が発達してから面を起こすそしたら 起こした状態でもこうやってドライブがギュッとかかるといった感じになります。なのでこういうのがいいですよね。目を被せるっていうのはすごくいいんですよね。目を被せるというのはそういうトレーニング的な練習、その回転をドライブ回転をしっかりこう上回転同士で生む時のそのトレーニング感覚としては非常にいい打ち方だったんですよね。なので面を寝かせながら後ろで振っていく振っていく振っていくで感覚ドライブがすごいかかるようになったりしたらそのまま被せながら振ってもらってもいいですし。 面を開けて戻してドライブをしてもらってもいいです面を開けてもしっかり回転がかけられるようになっていますこれが驚きなんですよね。なのでこの被せる効果でもうドライブを強制させてしまう回転を無理やり自分の中で作ってしまうっていうことが勝手にできる魔法のドライブ角度となっていますちなみに気を付けて欲しいのは突き打ちとかそういう下回転球の球は被せてしまうとこれは非常に難しいですのであくまでも上回転のロング線のドライブの時のあの 引き連れを無理やり起こさせるようです、ね、なのでとりあえずこのトップスピンをかけるドライブの強烈な球を出す時のドライブをギュッとこうトップ選手みたいなこのグッというこのうねり方を出すためにもとりあえず面をかぶせて回転の感覚ドライブの感覚をどんどん発達させていくっていうことが必要だったんです。よかっったたらやててみてくださいいありがとうございました